はいどうも、えー。なんで神様信じてんののタスマニア編今五回目になりましたけども、えー、今日はですねあのタスマニアにいる間のインドネシア選挙旅行というかね、私インドネシアに、えー、ミッショントリップに行きましてそのことをちょっとね、えー、お話し,したいと思います。多分これ一回で終わらないから二回目に分けてやりますけども、大体の三年間三、えー、年生までいて一、えー、年生二年生は まあ授業とかね普通にして3年生になると半年選挙地のにあの世界中のね国例えば日本に行く人もいましたしえ実地訓練みたいな選挙訓練みたいに半年行って3年生がその後帰ってくるってパターンなんですけども1年生2年生の間に23週間程度のミッショントリップショートトリップっていうのがあるんですね。国内だとタスマニアの中 もしくはメインランドのあのオーストラリア本土、えー、でもう一つ海外っていうのがあって海外の場合私の時には確かね中国とインドネシアとニューギニアもあったのかなヨーロッパの方かとにかくちょっとまあ結構遠くにね3週間ぐらいのミッショントリップにチームで行くっていうのがありましてで夫婦子持ちの夫婦の場合も交代でね行くんですよ。だからその奥さんが行っっててる間ははご主人にとってはもう そういうこと訓練になるわけでね子どもたちご飯食べさせたりいろいろみんな共同生活なんであのその辺は結構楽っちゃ楽なんですけどもただといってもねお金がかかるので大体貧乏留学生はほとんど国内に行きましたでうちの妻もねつこもタスマニアの中で2週間ぐらいのトリップに行きましたあのその間私が子供たち面倒見ながらね で自分もあの国内だろうなって思ったんですけどもそのタスマニアの中だと思ったんですけども内心ですね内心なぜかですねあのインドネシアインドネシアに何か行きたいなっていう気がしてたんですね誰も言わなかったんですけども何かインドネシアに行きたいって何でか分かんないんですけどもで一つ理由があるとしたら自分が1年生の時に、えー、まだ英語も全然しゃべれない時にインドネシアからねあるゲストスピーカーの夫婦が来てたんですね。 でオーストラリア人の宣教師夫婦で、まああのー、ラットレイさんという,うに言ったんですけどもで彼らがねちょっとね本当に、ね、際立っていたというか私まだ1年生でね来たばっかで英語も全然分かんないんですけどもそのゲストが来て、えーまあ、1年を通していろんなゲストが世界中から宣教師が来るんですね休暇を兼ねて、えー、来るんですけども彼ら別格っていうかねなんかね数日間滞在してるんですけど。 生徒のほとんどがこう毎日本当に順番でこう先生たちもまあ彼らの住む学校の中にあるその宿泊所というかねアパートみたいなところに訪ねて行っては祈ってもらうということをやってたで,で妻と私も彼らの部屋まで行って中に入っていろいろ話をして祈ってもらったんですよね。 でもなかったでしかも英語がもう全然分かんなかったんでただただ暇こう、ね、3人で話してるんですけども私何言ってるか分かんないから暇でただもうニコニコ日本人ですよねニコニコしながら聞いていただけだったんですけどもそれでも彼らは強く印象に残ってたんですね。でそれから1年以上経って自分はクリスチャンになってバフテスマを受けて、えー、洗礼を受けてそして。 英語もまあ割と分かるようになって話せるようになってえそんな時にこのミッショントリップ自分たちが2年生の時かなねあったんですけどもでもインドネシア行きには当然お金がかかりますしでまあなんか聞いた話によると七百ドルオーストラリアでは700ドルかなそのぐらいはちょっとはっきり分かってないんですけどもまあ到底無理だとね思ってました。ところがそんなある日ですね 突然、あのー、ピジョンホールって私もハトのねこう穴っていう、ね、ピジョンホールって呼んでたんですけども要は学生たちのメールボックスがあるんですがその中に私たちのその場所の、ね、メールボックスの中にピジョンホールの中に封筒が入ってた私たち宛ての名前が書いてあってで中にその封筒の中開けてみると700ドル入ってたんですねちょうどぴったりインドネシア行きの額が入って いたってことがありました。で、その頃もね。あのタスマニアに来てから、その祈りが聞かれる体験とか、そのビジョンホールにお菓子とかね。チョコレートとかお金とかがね。もう無記名でプレゼントして入ったことはまあ、何度もあったんです。でも、こんな大金が入っていることっていうのは本当に初めてだったんです。で、誰がくれたのかもわからないし、あのー、で自分は。 インドネシアに行きたいなんて誰にも言ってなかったんですね。で、で恥ずかしいながらですけども、私クリスチャンになったのに、その祈ってさえいなかったんです。インドネシアに行きたいですって祈りさえしてなかった。えー、でも、そのインドネシア行きのぴったりの額が私たちのところに届けられていたと。しかも誰からわからない。タスマニアでクリスチャンになってからあのいくつか分かったことがあるんですけども、あの天の 父親である天の父天のお父さんである。神様は特にね。このベイビークリスチャンに甘いなっていうのが分かったんですね。え生ける誠の神あの、私たちの神様は生まれたばかりの信仰者の祈りを。片っ端から聞いてくれるともう。なんかこう。あのキャンペーン中みたいに私祈った。あの祈りがいろんなことが聞かれたんですね。子供のおもちゃから車からコンピューターから。 えー、休み中の,その宿泊先から何からとにかく本当に祈りが聞かれるという体験をしましたでもその中でもこの金額的に言うと一番大きい、ね、しかも本当にあのー、なんかな祈ってたらねそのあの必要なものがこう買えたとかじゃなくて自分たちお金全くあの出さないで、えー、その要は海外旅行ですよね オーストラリアからインドネシアまで行ってしかも2週間滞在費全部含めた額が全額名前も分からない誰かから送られてきたえ本当にあのちょっと怖かったですけどもそういうことがあってあのちょっと前にねスチュワード・ディーンブラザー・アンドリューとスチュワード・ディネンの,あの神の密輸承認の中で話していたこの学校の目的神を知り 神に出会うということがこの学校の目的ですっていうふうに言われたその言葉が本当にね、えー、こう身に染みたというかね神様が本当におられるんだってことが、えー、分かった体験でしたでもまだそこから先あのー、まだまだそんなもんじゃなかったのがこのインドネシアの旅行で、えー、その後ね分かることになります、えー、そういうわけで自分は一人で との日本人としてはまあ1人ですけどもインドネシアのチームえーオーストラリア人もいたしスリランカ人もいたしあとはそうですねほとんどオーストラリア人が多かったですね。やっぱり留学生はちょっとねお金の関係であんまり海外では難しかったんですけど私だけそのねあのアジアの学生は1人だけでインドネシアチーム選挙チームに入ってえそれから約3週間のインドネシア選挙さらに みんなが帰った後も自分は一人残ってインドネシアで一人で旅をするっていうまたねという冒険がえ始まるわけですけどそれはまた次の来週にえ続きたいと思います。それではまたごきげんよう